こんばんは。福岡の質屋春町支店の吉住かなです。だいたいホームページが整いました。はい、ホームページのトップページに春町ライブユーストリームの販売部を常に映している状態のお店の雰囲気が伝わるようにということで、床の方にしかカメラを向けてないんですけど、招き猫が東京の池袋東口の越後屋質店さん、馬場秀明さんから、馬場ちゃんからプレゼントしていただきました招き猫がいつも映っている春町ライブです。で、それをホームページにポンとトップページに貼り付けさせていただきました。はい、それで、今ですね、そのユーストリームの前日にしかお届けできない、それがですね、私たちの場合チラシに載せられるこうタイムリミットといいますか、印刷に出してうんぬんってなると、やっぱりどんなに最後の最後まで作ったとしても6月の、終わりまで使えないんですよね、時間がですね。というので6月の1週目2週目、最低でも一番ギリギリでも3週目までの在庫しかチラシには載せられないんですよ。それで最終的には前日しかわからない、揃わないんですね、ものがですね。であとお値段もですね、前日に最終的に見直すということがありますので、この前日の情報をですねお客様にお届けできたらいいなっていうのが前からありまして、でそのために春町ライブユーストリームで配信したいと思っています。でそれの放送予定ですね、それを埋め込んでおります。下の方見ていただければ何時からだいたい放送するというので、前日は終日15分ごとにこうしまして、で早めに終わったら早めに終わりますので、こう15分刻みで、番組が、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、10時間あるんだから、番組としては40番組多分途中もう無言になってる時もあると思います。そんなに10時間もいくらなんでも私も喋り続けることはできませんから、さんまちゃんじゃないんで、本職ではないので10時間ずっと喋り続けるっていうのは無理だと思うんですよ。なので、途中は無言で黙々と仕事をしてるような図にも絵にもなってるかもしれませんけど、前日は終日販売部の方は閉じますので、お客様はちょっと要するに販売部自体はクローズになっておりますので、スタッフの姿とお店の新しい前日の商品の様子をお届けするという形で、春町ライブ7月の7日バムケロちゃんの誕生日ですね、はい、この日はそういった形で終日生ライブいたします。はい、でそれと別にですね、番外で飛び入りでライブに参加したいという方はですね、ぜひおっしゃってください。いつでも春町ライブは春町スタジオに買われるようにいつもスタンバっております。はい、春町スタジオに、お越しの出演ご希望の方はいつでも春町スタジオにいらしてください。いつでもお待ちしてます。ただですね、ご連絡いただかないと私がいない日もありますので、その日は春町スタジオになりませんので、あしからずご了承くださいませということで、今日は4度目のホームページの刷新ですね、ようやく少しずつですね私がこう理想とするホームページに近づいてきました。あともう少しですね、質の仕組みといいますか、なかなかこう伝わりにくい、分かりにくい部分ですので、ここをちょっとこう紙芝居のようにこうお伝えできればいいなと今まで思ってまして、それがちょっとまだなおざりになってますので、ここをきちんとお出しできればいいなと思ってます。でこれはカメラでですね、デジカメで取って、でその説明をちょっとブログの方にまずアップしてから、それからまたホームページ作り変えたいなと思ってます。そういったことでホームページはどうしてもちょこちょこ変えていきたくなるものですね。でこういったネットでいろんな情報をこうキャッチされるっていうのが当たり前になってきましたので、いろんなところからお問い合わせがあるようになりました。はい、でお茶の方の篠崎先生の篠崎社中のネットの窓口は私春町の吉住香奈が承っております。はい、今回も嬉しいお問い合わせがありまして、またお稽古仲間が増えるということで、喜んでおります。はい、春町の同じご町内に佐渡裏千家名誉教授の篠崎宗八先生がいらっしゃいます。はい、私も不肖の弟子ですがお稽古させていただいております。同時にお茶のお稽古仲間も募集中です。1日無料体験入学がありますので、よろしかったら覗きにいらしてください。で、春町のホームページほぼ今完了いたしました。安くて便利な春町、 JR 福岡豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。